藤本捨ケは、日本の政治家、教育者、衆議院議員を後期務めた。1894年12月香川県大川郡、引田町を生まれ。1917年香川市販学校卒業。1922年、東京高等市販学校卒業。1928年、東北帝国大学法学部卒業後、高松高等商業学校教授。 1936年に第19回衆議院議員総選挙に立候補するが落選。1937年第20回衆議院議員総選挙で香川一区から初当選。1942年に第21回衆議院議員総選挙で再選を果たす。1945年5月には鈴木肝太郎内閣農商参予官に就任。 1946年、他の翼3選挙推薦議員同様公職追放。1951年、追放解除。戦後は外新党から衆議院に立候補したが、1952年、第25回衆議院議員総選挙。1953年、第26回衆議院議員総選挙と落選が続き。 会新党が日本民主党に合同した1955年第27回衆議院議員総選挙で国政復帰。保守合同後は自由民主党に所属し、1958年第28回衆議院議員総選挙、1960年第29回衆議院議員総選挙でいずれも当選。1963年1月には、 第3代全国領術師協会会長に就任している。1963年9月11日、衆議院議員在職中に死去。ありがとうございます。